こんにちは。今 H501S と 501A、ちょっと両方持ってるんですけども、カメラ、画質は問題ないと思うんですけど、やっぱり、ブレーっていうかスタビライザーがついてないので、三軸ジンバルを前回ですね、つけてみました。総重量がですね 250g になってまして、飛ぶには飛んだんですけど、若干ちょっと重いっていう感じがましてですね、常用の飛行に耐えられるのかどうかちょっと分かんないっていうレベルかなと思います。で、今回はですね、軽量化っていうのを目標にして、こちらのフェイユーのミニ 2D にしました。2D っていうぐらいなので、こちらはですね、二軸ジンバルになります。重さがですね 3D と比べると、だいぶ軽くて 110g になります。大きな違いはですね、この横方向ですね、パン方向の動きは、固定されてますので、ちょっとその辺がですね、三軸と比べるとどうかなと思うんですけども、やっぱり、39g も違うということで、ちょっとこちらを検討してみました。で、だったらもうついでにということで、アクションカムの方はこちらですね、メビウスミニにしてしまおうということで、やってみました。はい、ではですね、3D の方からいきます。ちょっとですね、あとこちらのですね、ゲルもつけてましたし、この、ちょっとですね、本体固定用のものもついてるんですけども、うまく乗るかな、いろいろつけると 234g になってますね。では今度ですね、こちらの 2D の方をちょっと試したいと思います。 2D も同じようにですね、同じようにですね、このゲル と、マジックテープ一緒に乗せます。全部で 176g になりますね。これが 110g で、これ 27g なんで、137に収まらないといけないんですけども、このゲルとかですね、マジックテープとかつけちゃう、あとアタッチメントがですね、ちょっと重めなので、実際には 176g になりますね。それでもですね、約 60g ぐらい違うのかな。前回はこれにスキッとつけてましたので、ではですね、実際に飛行しているところをですね、お見せしたいと思います。二軸ジンバルのテストをします。今回ですね、垂直下向きのやつを作ってきたので、これでどうかなと思ってやってみます。大丈夫かな。で、自動離陸させてみますか。
下ろします。よしと、で、くっつけて、どんどんこうやって出てきたね。ということでですね、飛ばす分には問題ないかなと思います。やはりですね、三軸と比べるとパン方向の修正が若干効かないということで、多少なんかノイズというか細かい振動がちょっと気になるかなと思います。もしかするとこちらのゴム足がですね、これちょっと4点しかないのと、こちらの方が平面状になってますので 3D の方が、この辺の同じ、衝撃吸収材はつけてるんですけども、その辺の違いもあったかなと思います。はい、以上ですね。またですね、ちょっと最近飛ばしてないんですけども、また、テスト飛行したら、動画上げたいと思います。以上です。